ちょっとさ、一回ちょっと一回だけワンピースの話していいですか。ちょっとだけ一瞬だけしていい。あのさ、ちょっとモッチー先生とも話せてないからさ、あれなんだけど、あのさ、もうずっと言ってるけどさ、エッグヘッドのさ、雲の下がさ、最後見て、本当にこれはもうひどくない？ちょっとデニムさん、これ見て、これ見て、こんなことある？こんな隠して、これ全部こんな隠すんだよ、ほら。いや確かに全部、一回もまだ映ってないなん、こんなにさでも絶対隠してるって、絶対隠してるこれ。だエッ、そのね、エッグヘッドっていう今舞台がいるあるんですよ。で、下の島とその上になんかそのラボフェーズっていう、まあ、エッグヘッドの島みたいのがあって、それがまあ空島の雲みたいなもので成り立ってる島なんですよ。だから下が雲なんですよ。でこの雲自体はベガパンクが作ったと。でもこの雲なんですけども、ずっとね、この雲の一番下のところがね、隠れてるんですよ。なんかこのエッグヘッドが出てきて以来ずっと隠れてんので、なんかたまたま隠れてんのかなとか思ってたら、もう今回なんてもうそこしか隠れてないんですよ。なんだこれ。そう、もやもや、お風呂、女湯、本当に女湯状態、完全に女湯ですこれ。今日のワンピース、今週のワンピース見れる人いないですか。もう全部隠れてる、本当に一回も映ってない。この登場人物的にも見えてないんですか、下は。登場人物も下は見えてないんですけど、ただこれちょっと深い話になるんですけど、これあのこのエッグヘッドの上の空島なんですけども、これこのそもそもなんでここが隠れてるかっていうと、この地上にある島のとあるなんかワインみたいなでっかい建物があるんですね。そのワインの先端から出てる煙がそのエッグヘッド下のここのに当たり続けてるんですよ。言ってしまえばこの煙がまるでこの空島の雲を作ってるかのようにな描写をしてるんですね、ずっと。だから言い換えるならば、この煙突みたいなこのでっかいワインの建物みたいなものがこの空島の空島を作ってると考えてもいいわけですよ。ね。でこれ何かっつったら、僕前にすごいこの話を長々としたんですけども、その富士山なんですよ。富士山の煙突、富士山は煙突の役割をしてるって話をあのかまいたちの番組でもしたんですけども、富士山の和の国の富士山はプルトンの煙突の役割をしていて、でこっから出てくる放出されるものが空島を作ってるんですよ。ね。で全く同じ役割をしてたのがあのアラバスタで一瞬出てきたフール号っていうあのダウンスパウダーっていう雨を降らす機械、あれも船のこの煙突から出てきた煙がおそらく雨を降らしている雲を作って雨雲を作ってるんですよ。つまりずっとワンピースってこの煙突から水蒸気何かしらのもの成分が出て雲を作るっていうシステムを作ってるわけですね。って考えた時に、このワインみたいな建物あるじゃないですか、それが全く同じ役割をしてるんですよ。つまりこれパイロブロインを発生させてるわけですよ。これね、パイロブロイン発生器です、このワイングラスで。なぜワインの形をしているのかっていうところを考えるとすんごく面白いね、皆さん。
これパイロブロインとお酒に何か関係があると思いませんかね。ねえ、僕ね、お酒ってすごいね、このワンピースの世界で重要な役割を持っている、もしくは持ってたと思うんですよ。一個お酒がね、ものすごいテーマにあると思うんですよね。いや、このね、ワイングラス、明らかにワインボトルみたいな、多分ね、ここまでのエッグヘッド編全部見返したら、かなりこのワインみたいなボトルの建物から煙が出てる描写はかなりあるんで、ちょっとチェックしてもらいたいです皆さん。でなんでお酒が大事かっつったら、そもそもビンクスの酒を届けに行くようじゃないですか。酒がじゃあお酒届けに本当に行ってたのかっつったら、そんなわけなさそうじゃないですか。何か別のものをお酒としていた、もしくはお酒だけど別のものに変わっているかのどっちかなんですよ、ビンクスの酒の歌って。ビンクスの酒を本当に配っていたんだったら、ビンクスの酒ってものが世界中にどっかに散らばっているはずなんですけども、それがないと。ってことはビンクスの酒が何かに変わっているか、もしくは大事なものをビンクスの酒と呼んでいたかのどっちかだと。うん、そうで、僕は世界中に酒を届けていった曲がビンクスの酒なんじゃないのって考えると、スタート地点マリー・ジョアなんじゃないかなとか考えるじゃないですか。でマリー・ジョアって何かって言ったら結婚式場みたいな話なんです、多分。確か多分あそこが結婚式場っていうか、そういう場所なんですよ。だから僕は古前酒の話してんじゃないかなと思ってるんですよね、世界中に届ける酒がね。すごい何かこのワンピースに重要な役割を持っている。そうっすね。ちょっとこの辺の話はもう一回まとめます、しっかりと。ちょっといろんなね、思うことがたくさんあるんで、このお酒とこのワインボトルから出ている煙と、これがこの煙が空島を作っていることを、そして煙突、全部つながる一個の考察、いつかお披露目したいと思いますんで、お楽しみに。そしてキザルが強い、キザルが強い。あとボニー子供、うん、まずボニーは子供、これ間違いない。一応ね、あのキザル対策の伏線として、あのアトラスがですね、下の層に行こうとしているんですけども、まあ、アトラスに限らないんですけども、あのアトラスが初めて登場したシーンで、皆さん覚えてるかな、あの高圧グローブっていうのを披露してるんです。あれがね、ホログラム殴れるんですよ。あれがキザルに効くっぽいですね、多分。じゃなきゃあそこで出す意味ないですよね。多分高圧グローブを使って何かをするんじゃないのかな。まああとどの道天竜人来てるんで、ベガパンク側の作戦は失敗しますね、これね。あのベガパン、今ベガパンクがしようとしてるのは、パシフィスタの命令権を奪って全員に命令をすり替える作戦を取ろうとしてるんですけど、ベガパンクよりも五老星の方が命令権が上なんで、単純に塗り替えられますね、これは。はい、そうですね、来週はもうサタン星にパシフィスタ乗っ取られますね、絶対絶命。うん、勝ち目ないんじゃないかな、これも。でもそこをね、ニカなら何とかしてくれるっていう、仙道みたいな、仙道なら何とかしてくれるみたいなね。以上です、ゲームをやります。このペースでやってたら16が終わりません。